世界で一番大きいダーラヘスト。コンクリート製でアベスタにある。ダーラヘストはスウェーデンダーラナ地方発祥の伝統工芸品。木彫りの馬で日本ではダーラナホースという名前でも紹介されている。古くは子供のおもちゃであったが現在はダーラナ地方の象徴、またスウェーデンそのものを象徴するものとされることがある。伝統的なダーラヘストは全体を明るい赤。 バグを白、緑、黄、青などで彩色される。赤は地方にある銅鉱山から良質の銅が算出される際に同時にできる塗料である。全体を明るい青、もしくはラトビッチ地域では灰色に塗られる。風変わりな馬の曲線は地方の時計産業から木材を提供されたからだとも言われている。馬は丸い時計を作るように角が切り落とされている。 スウェーデンの長い冬の夜、森の中の小屋で、火を焚くそばで、ダーラヘストは作られた。通常一本のナイフがあれば作ることができる、自分の子供のために作るおもちゃだった。当時、馬は、農耕の大事な相棒で、夏でも冬でも農場と家を行き来する交通手段として、生活の中にあり、木製のおもちゃが、馬ばかりになっていくのは自然なことだった。ダーラヘストは、 北欧神話の神オーディンの馬、スレープニルをモデルにしたのではないかという説があるが、スレープニルは八方に足であることから似ているとは言えない。クルビット風に塗られたダーラヘスト木製の馬が最初に売りに出された記録は、1623年、およそ400年前である。今日の模様は150年前からあるといい、クルビット風と言われている。19世紀、モーラ出身のスティコエイリカ・ハンソンが、 一本の筆で二色を塗る技術を紹介し、これが現在まで続いている。現在のダーラヘストは、松を材料に、未だに人の手で作られている。ダーラヘストの木工材工は、ダーラの馬の生産地であるバーカーロース、リサ、バトトナズ、ニュースナズの村近郊で作られ始めたと考えられている。村はやがて家具や時計製造の波に巻き込まれ、 余った材木を使って冬の夜間に子供のためのおもちゃを作ったと言われる。しかし、掘られて彩色された小さな馬の芸術は早くも1800年代に花開いた。ダーラな全体の経済的困難から小さな木工場の生産が物々交換の重要な品物となっていったのである。ダーラフェストと交換に生活必需品をもらう必要性から ダーラヘスト生産が長い冬の間に限られるわけにはいかなくなり、家内工業として木工と彩色が広く行われるようになった。田舎の一家は、ダーラヘストを作ることで食料を確保できるようになり、木工と彩色の技術が時代へと受け継がれていった。ダーラヘストの彩色は、家具の彩色にルーツを持ち、100年以上かけ完成された。おそらく最も有名な彩色の技術者は、 先に紹介した一度に一本の筆で二色を塗るという技法を伝えたスティコエーリックハンソンであろう。ダーラヘストを木から削り出すものは同時に彩色も行う。ハンソンは移民としてアメリカ中西部へ渡り64歳で亡くなってネブラスカ州の小さな教会の庭に葬られた。ダーラヘストに色を塗る、工程作成するアーティストだけでなく村によって ダーラヘストのデザインは違いがある。例えばニュースナズで作られたダーラヘストはずんぐりとした濃厚馬だと言われているし、ラトビッチのダーラヘストは痩せ型で直立不動である。現在のダーラヘスト生産の中心地はニュースナズで著名な工房がある。初期の頃のダーラヘストには骨董的価値があり、スウェーデン国内の博物館に展示されていたり、 一家のコレクションとして代々伝えられている。ありがとうございます。